異国の地での生活は文化面などの違いがあり、気苦労は絶えない。それはきっとスーパースター大谷翔平であっても例外ではないだろう。そんな中、大谷を支える通訳水原一平とのエピソードがつく、メジャーのファンからもめちゃくちゃ押されていると話題になっている。水原一平とは一体どんな人物なのだろうか。この動画を見ると、通訳の域を超えてファンからも選手からも愛される水原一平の凄さがあなたにも伝わるはずだ。ぜひ最後まで見てほしい。大谷の専属通訳を務めるのは水原一平通訳だ。水原通訳は1984年12月31日に北海道苫小牧市で生まれた。親の仕事の都合でアメリカカリフォルニア州へ移住し、英語を習得。学生時代はサッカーとバスケットボールを経験した。野球についてはプレー経験こそなかったものの、野茂英雄やイチローにも憧れ、メジャーリーグにも関心を抱いていた。南カリフォルニアのダイヤモンドバー高校を経て、2007年にカリフォルニア大学リバーサイド校を卒業。2010年からは当時ボストンレッドソックスに所属し、岡島秀樹の通訳を務めるようになった。それから2年後の2012年に日本へ帰国し、故郷北海道が本拠地の日本ハム入り。ブランドン・レアード、ルイス・メンドーサ、クリス・マーティンといった歴代助っ人の通訳を務めてきた。野球でのやり取り、日常生活のサポートだけではなく、レアードを寿司屋に連れて行ったり、メンドーサの「アイ・アム・イケメンドーサ」「アイ・アム・イクメンドーサ」といったヒーローインタビューでのパフォーマンスを考案したりという一足以上のわらじを履く大活躍。日本ハム時代の休日を月に1回休めたらいい方だったというタフな毎日を過ごしていたが、はるばる遠い国のファイターズを選んでやってきてくれている。後悔させたくない思いが強いという強いリターン愛のもと、献身的に助っ人を支えたことで信頼を獲得した。レアードはいてくれて助かっているし、通訳以上に友達の感覚で接している。一平がいなかったら生活とかもっと大変だったと思うと感謝していた。助っ人のみならず、日本人選手からも人気は高く、ついたニックネームは一平ちゃん。当時チームの主軸打者だった陽大館のキャッチボール相手を務めることもあった。メディアからの評判も良く、ある記者は取材にかなり協力的だったと明かす。取材のセッティングはもちろん、原稿作成に必要な写真などを選手たちから提供してもらうなど、多忙な中でも嫌な顔一つせず手助けしていたようだ。そんな水原通訳を日本ハム入団前からメジャー志向が強かった大谷は頼りにした。お互いに仲の良かった面倒さを通じて親睦を深めた。憧れの地でプレーすること、異国での生活、苦しさ、壁、そして楽しさややりがい。きっと目を輝かせて水原通訳の話に耳を傾けたに違いない。2017年オフ、大谷がメジャー挑戦を決断すると、水原通訳も一緒にアメリカへ行くことをリクエストし、水原通訳と球団は了承した。札幌ドームで開かれた移籍会見に水原通訳は同席し、大谷が喋った英語を日本語に翻訳する初仕事をしていた。実は水原通訳とエンゼルスには深い縁がある。エンゼルスの本拠地アナハイムはカリフォルニア州に位置する。カリフォルニア州で幼少期を過ごしたので、水原通訳は熱狂的なエンゼルスファンだったというわけではなく、マリナーズが好きだったようだ。とはいえ、2002年にあのバリー・ボンズや新庄剛志を擁したサンフランシスコ・ジャイアンツを倒して初のワールドシリーズチャンピオンになるなど、当時のエンゼルスは全盛期。エンゼルスの本拠地であるエンゼルス・スタジアムも自宅から15分と非常に近い位置に所在していたため、スタジアムにはよく足を運んでいたそうだ。アメリカ放送局のインタビューでは、今ここにいるのがとても楽しいと笑顔を見せていた。水原通訳が生を受けた北海道で大谷と出会い、その大谷と今度は幼少期を過ごしたアナハイムへカムバックする。なんだか運命的なものを感じずにはいられない。ちなみに水原通訳のお父さんはロサンゼルスで和食レストランを経営しており、日本ハムがアリゾナキャンプをしていた際にはハードなトレーニングをするナインに向けて食事を提供していた。いい食材だけでなく、選手が好きな食べ物は何なのか日本の新聞を読んで仕入れをした。選手や首脳陣からも評判は良く、栗山監督は一生懸命やってもらっていると頭が上がらない様子だった。大谷に対するサポートの内容は多岐にわたる。キャッチボールなどの練習相手、相手投手や打者のビデオを準備、監督やコーチの間に入って意思を伝達、マスコミ応対時の通訳、車の送迎などなど、
実に目まぐるしい毎日を過ごしている。独身の大谷にとってアメリカで最も長く時間を過ごしているのは水原通訳だ。両者には10歳という年齢差あるが全く感じさせない。仲の良さゆえに大谷は水原通訳の走り方についてキモいっすねとディスったこともある。また大谷の試合後には日本にいる両親など多方面の関係者から連絡が来るという。それだけ信頼されているのだろう。さらにはグラウンドに立ったこともある。2021年のホームラン競争に大谷は日本選手として初出場を果たしたのだが、これに水原通訳も捕手として登場。正常期柄のプロテクターをつけマスクをかぶるというまさに捕手と通訳の二刀流だった。ホームラン競争の参加にあたって自チームで投手と捕手を手配する必要があり、投手は決まったものの捕手はなかなか決まらず、そこで水原通訳が一肌脱いだ格好だ。オールスターの会場であるクワーズスタジアムからエンゼルススタジアムまで1014マイル、おおよそ1609キロで車で約15時間もかかる。メジャーは1シーズン162試合と試合数が多く移動距離も長い。オールスターの間は長期休暇をもらえるため、選手にとっても裏方にとってもリフレッシュするにはいい期間となる。実はオールスターに同行するだけではあまりすることはなく、言葉を選ばずに言えば時間を無駄にする可能性が高い。また人が一人増えるとそれだけの経費や労力が余計にかかることになる。せっかくの時間を有意義に使ってもらいたい。どうせスタジアムには行くのだからそれなら自分でやる。チームメイトを第一に考えた結果取った行動なのかもしれない。迎えた本番、残念ながら大谷は初戦敗退をした。だが打ったホームランの平均飛距離は 141.7 メートルで1回戦の初選手中トップ。日本人までねしたパワーを全米ファンに見せつけ、その名を轟かせた。もしかしたら講師を共にする相棒が近くにいるという非日常を体験したことで、カジマの馬鹿力、いわゆる普段以上の力を発揮できたのかもしれない。大谷の活躍ぶりに連動して、水原通訳の人気は爆発した。イケメンにイケボ、そして長髪を両サイドに流す独特のヘアスタイル。多くのファンが虜になった。2018年4月、メジャー1年目の大谷が月間最優秀新人賞を受賞した際、ベースボールルーキーカードが出される異例のフィーバーぶり。メジャー通算132勝を挙げ、地元テレビ局の解説者を務めるグビザも、あの髪型にトライしたいと水原ヘアの髪型チェンジを匂わせていた。もっとも水原通訳は髪型の話題を振られた際、真似したい人はゼロでしょと謙遜していたが、さらには大谷が出場したオールスター後の話だ。エンゼルスは球団公式ツイッターに写真を投稿し、その中には水原通訳の写真もあった。目線をスタジアムの方向に向けているハリウッドスターさながらの写りっぷり。なんとも粋な一枚があった。これを見たファンは大喜び。史上最高、一平の写真をもっとお願いしますというリプライが殺到した。続けてシーズン後、エンゼルスはチーム独自の最優秀通訳賞を設け、水原通訳が見事受賞した。この快挙を知らせるツイートが投稿されると、またもや水谷ファンがタイムラインに集結。彼はみんなにとって大事な存在です。一平と契約更新を、キング一平、リアル縁の下の力持ちなど、スクロールしきれないほどのエモくて嬉しい祝福の声が寄せられた。通訳の人気爆発という異例の事態。大谷がチャレンジする前人未到の二刀流挑戦が引き寄せた嬉しい誤算と言えるだろう。慣れない異国の地、食事も文化も街の様子も何もかもが違い、当然言葉は通じない。ホームシックにかかってストレスがたまり、本来の力を発揮できない可能性だってある。メジャーに挑んだ過去の日本人選手の中にはクラブハウスで孤立してしまう者もいた。それを水原通訳は耳にしており、どうすれば大谷は孤立しないのか考えていた。そこで注目したのはスマートフォンゲーム。エンゼルスの選手たちがあるゲームで遊んでいることに着目し、大谷がそれをダウンロードして仲間に加わった。今でも大谷とチームメイトはそのゲームを楽しんでいるようなので、ゲームがチームに溶け込むきっかけとなったのは間違いない。2021年、大谷は球史に残る大活躍をした。活躍ぶりの裏には水原通訳のたゆまぬ努力があった。そんな奮闘ぶりに大谷は一平さんに最も支えてもらいましたと感謝していた。たくさんの勲章、記録にも記憶にも残る大活躍は
二人三脚で撮った証で、これからの二人の活躍に期待したい。皆さんも印象に残っている水原通訳のエピソードはありますか？あればコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。